ニコチン。ちょっとバイバイね、ニコね。1週間ぐらいバイバイ。日にち決めてないけど。な、ニコチン。ニコチン、終わった。じゃあね。バイバイ。いやー、疲れました。福岡からですね、まあ、飛行機で来て、あと京急で品川まで来て、それで山手線でちょっとここに来たんですけど、いやー、着いてすぐにですね、仕事ですね。なんか疲れますね。ただ仕事って言っても1時間もかからずに終わることなんで、まあ、パパッとやっちゃおうと思うんですけど、お疲れ様です。いやー、昨日は地獄でしたね。地獄。福岡から東京に着いたばかりだったんですけど、朝のですね、何時だったかな、多分朝の3時半ぐらいですね。3時半ぐらいまでずっとやってましたね、経理の仕事。あの、私だけじゃなくてもう一人ここに来てやってて、2人でやってたんですけれども、あのアドバイスしてくれる人がいたので、その方がいなかったらですね、私多分今11時なんですけど、まだやってますね多分。いや、アドバイスがあったから、いや助かりましたけれども、でもかなり時間はやっぱかかりますね。で、まあ、プリントアウトする必要ないんですけど、正確性消すためにこう、まあ、ちょっと見えないようにこうしてるんですけど、資料もこうやっていっぱいプリントアウトして、それ結構なですね、これが量なんですよ。ちょっと見られたらやばいのばっかりだけど、こういう結構な量あって、でこれらをですね全部まとめて、まあ税理士さんに提出する資料ですね、あとその取引先に提出する資料っていう形で作らないとダメだったので、いやー、と思ったよりも大変でしたね。これ月に、でもこうやって東京に来て作業、ここで作業するのも月にまあ1日か2日でできることはできるんですよ、慣れたら。まあ今回初めてだったので時間かかったっていうのはあるとは思うんですけれども、いや、やっぱり何事も甘くないですね。ただ楽しかったですよ、めちゃめちゃ楽しかったですね。あの、私のところにこういう資料が送られてくるっていうか、まあドライブに入ってるんですけれども、そのドライブと、あと LINE も使ってるんですよね。いろんなところ使ってて、いろんな人からこう連絡来るんですけれども、その領収書とか、あと、こう、必要経費みたいなものが上がってきたものに対して、で、一覧表、請求書として一覧表を作るんですけど、そこに入ってきてないのもやっぱりあるんですよね。で、そこをチェックするのがですね、すごい、労力使うっていうので、めちゃめちゃ神経使いましたし、疲れましたね。ただなんか間違い探しみたいな面白かったですね。私のところに資料を送ってくれる方がだからいるわけなんですけど、その資料をベースにそこに入力したり訂正したりするんですよね、間違いを。で、必ずやっぱ間違えてるらしいんですよ、本当なぜか。だからその間違い探しをしてそこに入力するっていうのは結構これ楽しい作業だなと思いましたね、慣れたら。私そういうの好きなんですよね、意外と。だから楽しみながらもできたから、朝方っていうか、まあ3時半ぐらいまでねやれたっていうことなんでしょうね、それは思いました。今後もまあでも続けるかどうかって言ったら、まあ多分続けるとは思うんですよね。
こう領収書とか各会社に対する請求書、そういうのを見てたらですね、勉強になりますね。本当裏側が知れるんですよ。例えばあるイベントをするときにこれぐらいの額がかかるんだとか、でクルーの弁当代はこれぐらいかかるんだとか、で例えばですよ、ドローン飛ばした場合にドローンで1台丸々万円とかかかるとか、でその操縦士に対していくら渡すとか、めちゃめちゃ勉強なんですよね。でこれはですね、本当に、まあ、企業会社のマル秘事項ですよね、機密事項なんで、これ面白いです。本当今まで経験したことないような楽しさがありますね。で仕事に楽しさがあるっていうことはこう続きますし、なんかやりたくなりますね、やっぱりね。毎年毎月東京に来てやりたくなりますね。これチョコザップと、これチョコザップと絡んでるところとがあって、絡んでるというか共通点があって、なんかやることやったら新しい発見があって、それが嬉しかったり面白いって思ったらまた次もやろうと思うじゃないですか。でチョコザップはもう体の変化がここら辺が出てくるんですよね。腹は出てるんですけど、胸とかこの辺りがだいぶやってきたんですよ、筋肉ついて。でこの変化をですね、自分でこう触ってたら、あこれ楽しいわとかやる気が出てきて、またチョコザップ行きたくなるんですけれども、で今回のこういう経理関係のことも初めてやったんですけど、まあ時間がめちゃめちゃかかって、しんどかったことはしんどかったんですよ、初めてだからしんどかったんですけれども、さっき言ったみたいに、まあ普通に生きてたら知れないようなことですよね。ことがいろいろありましたからね。例えばカメラマンとかそこら辺のお金とか、海外に行った時のね、いろいろお金とかで、食事大体一人これぐらいまでだとか、私が巻いた業界とは違う基準だったりするので、だそこら辺知れて面白いですし、でこれ毎月やってたらいろんなことを知れますね、幅広く。だこれはすごく面白いし、まあ楽しいからやれますね、これね。でこれ一日こうやってやって、で戻るわけですけれども、まあ明日帰ってもいいんですけど、全然福岡に。だってこれでですね、収入面も結構プラスですね。例えばこれ一撃で私が1ヶ月バイトしたバイト代ぐらいですね。だからこれは美味しいって言ったら美味しいですね。で私そのダイブ、このパソコンですね、ダイブ使ってるんですけれども、これも仕事で使わないので、このオフィス入れてなかったんですよ。オフィスなしで買ってるんですよね。でオフィス入れたら 2,3 万するじゃないですか、上がるじゃないですか。入れてないんですけれども、まあ、昨日話聞いたらオフィスとかオフィス入れてくださいっていうことだったので、で会社側が払うんで、っていうことはこれにオフィスが入るっていうのは大きいんですよね。でオフィスの権利を得たらあれずっと使えますもんね。このパソコンじゃなくても次のパソコンでもオフィスなしを選んでそれに移行することもできるので、これね、それをライセンスをもらえるっていうのはすごくありがたいし、いやさすが会社だなと思いましたね。すぐそういう風に入れてくださいっていう風になるのは、これもラッキーでしたね。ただ変わり者の私もいるんですよ、やっぱり。めんどくさがり屋でズボラな私、それも出てて、でどういうところかって言ったら、でこういう風にこう経理でいろいろやる上ではやっぱり連絡が来るんですよ。特にその20日過ぎで締めですから、それ前後になったら私のところにいろいろ来るんですよね。で私が逐一チェックしちゃダメなんですよ。で実際入力は今日1日でいいんですよ、あ昨日1日かでいいんですけれども、それまでにいろいろ来てるわけなんですよね。今までも20日過ぎからバーッと来たりしてたんで、その時がですね、ちょっとこれめんどくさいなって思っちゃったんですよね。お金がもらえることはもらえるんですけど、お金よりもやっぱり自由だよなと思っちゃって、20日以降の 2,3 日がこうやって拘束されるわけじゃないですか、毎月。ちょっと待って、そうしたら俺の生き方には合わないなとか
わかんないのが出てくるんですよ、ここから。それは本当にまずいなと思いました。完璧なダメ人間思考になってますから、だからこれは改善しないとまずいなと思いましたね。たかがですよ、これ一日やるだけの仕事がもう嫌になったとしたら、お金もらってるのにですよ、これ人として終わってますね。もう絶対働かないですよね。まあもともとサラリーマンはもう 100% 無理ですからね、出勤するのは。で今回みたいな仕事を受けるっていうので、何件か受ければ生活できると思うんですよね。ただ受けないですよね、間違いなく。これ1件だけで嫌になってますもんね。だからそこら辺が微妙ですね。入力とか内容を知れて楽しいんですけど、拘束されるっていうのに関してはちょっとうーんとは思っちゃいますね。いや、そういうことを感じました。やっぱり私は生きていけないなっていう感じですね、普通には。まあ本日は以上ですね。これから、今日実は歯医者なんですよ。ちょうど今日歯医者があるから、来たんですけど、で、歯医者とこの警備の締めがちょうどよかったんですよね。だからラッキーなことにこっち来れたっていう感じなんですよね。だから今日歯医者行って、あとはもう全く予定ないですね。で、明日から何もないので帰ってもいいんですけど、ただどうしようかなっていう感じですね。まあ、あと2、3日、か3、4日ぐらいは多分いてのんびりして帰ると思います。愛犬のニコも待ってますからね、今実家で。まあ実家の方が彼は嬉しいんですけど、まあその様子を見て、両親に様子を聞いて、犬の帰ろうかなっていう感じです。まあ本日は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。東京に来ても偏頭痛の薬は手放せません。これだけはやっぱり来ますね。この偏頭痛だけは何とかしないと。まあ病院もちょうど行こうと思ってます。コメントいろいろありがとうございます。本当病院行った方がいいっていうので、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。じゃあすいません。失礼します。